今回ご紹介させていただきます資料はこちら、坂本龍馬証券交代号に献上された写真という資料になります。証券交代号は明治天皇の皇后お妃様になります。明治37年1904年の2月、日露戦争の開戦前夜に証券交代号の夢枕に坂本龍馬が立ちまして、誓って皇国日本のために海軍をお守りすると、そのように告げて消えていきました。そのことを証券交代号は翌日お付きの香川敬三という人物に話をしまして、全国から坂本龍馬の写真を取り寄せました。そして香川敬三がその夢枕に立ったのはこの人物ですかと証券交代号に見せたと思われますのがこちらの写真になっております。歴史家として知られております徳富祖宝の旧蔵品になりまして、とても貴重な資料になっております。